にかかると上にかかった水が滝のように階段をザザザザッと流れてきて、後ろからも滝のスライドを発表いたします。前の方を向かって、お家の方とお家の方でも立てて見てもらうと、お靴が濡れちゃうと広い園内歩くのにとても難儀します。ちっちゃいお友達はお靴脱がないと濡れて靴濡れになったりすると思います。現代案内所でバンドの場内、バンドの場内で嫌なものを伺いますけれども、痛くなる前に防御していただいた方がいいと思います。できれば脱いだ方がいいと思います。濡れちゃいますよ。逆だから